this world ever started making sense then. We would never need a reason to put our trust in each and every single feeling. So until that day comes, I believe that this could be the real thing. You know that I'll be here because this is my fate to stay beside you, dear, as we both find our place in this world that we live. That we it's live. Built around hate, built around the foundation hate. We'll give where we make our escape. As if we've been here once before, but not in this lifetime. We're expecting so much more. 本日は私たち2人の結婚式にご参列いただき誠にありがとうございました。晴れて皆様方の前で夫婦となることができたことを喜んでおります。ささやかではございますが、披露宴の方を行わさせていただきますので、皆さん私たち2人と共に楽しんでいただけたらと思っております。本日はどうぞよろしくお願いします。それから、ジェルと祝して乾杯したいと思います。皆さん、乾杯。そんな大輔さんが直美さんと出会って一番大きく変わったのは、仕事を終わって帰る時間が早くなったことでした。今からの言葉は私が式の時に奈緒さんからもらった言葉です。そのまま返させてもらいます。先生、奈緒ちゃんを世界で一番幸せにしてあげてください。そして奈緒ちゃんも先生をいっぱい幸せにしてあげてください。世界で一番幸せな夫婦家族になってね。先生、私のずっと憧れのお姉ちゃんをこれからもよろしくお願いします。ではですね、お色直しするのは実は僕たちだけじゃなくて、お父さんじゃない、お母さん、お二人にもお色直しをしていただきます。何をしたいかというと、両家の結婚式をしたいと思ってます。なので、今から着替えてください。まあ、新郎はじめ新婦恵美子、あなた方は辞めるときも健やかなるときも愛を持って生涯を支え合うことを誓いますか？はい、誓います。誓います。いつも仕事仕事と、ここ最近特にですね、ガムに向けて時間を作ってあげることができなくて、旅行のプレゼントができたらなと思った次第で、2人だけの特別なギフトのカードを作らさせてもらいました。これを体のプレゼントさせてもらいます。昔のちっちゃい頃とかを思い出しながら、お母さんとお父さんへの思いを書きました。私は大輔さんと結婚して、これから未熟ながら奥さんとして頑張っていきます。お母さんとお父さんのような夫婦になる
れるように頑張っていきたいと思います。私は父さんとお母さんの子供に生まれて本当に幸せです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつまでも元気で仲良く過ごしてください。なおみより。誓いの言葉。皆様方の前で今、私たちは結婚の誓いをいたします。今日より心を一つにして助け合い、楽しいことも苦しいことも分かち合い、これから誕生する子供のためにも、いつまでも仲良く明るい家庭を築くことを誓います。2017年6月17日夫、伊藤大輔、妻、直美。カラーリングもお持ちになられましたが、こちらは新婦様のご友人橋本様ご夫妻がご結婚される時に使用されたとっても縁起のいい点でございます。今日というこの日を宝物にすると同時に、これからの励みとして家族手を取り合って頑張っていきたい次第です。言葉多くはなりましたが、最後に今日ご出席いただいた全ての方々に感謝を申し上げますとともに、次の言葉に変えさせていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。